時刻は15時を回りました。市民の皆さんこんにちは。お世話になっております市民の後輩ですのお時間となりました。本日もパーソナリティは宜野湾市議会議員の又吉亮です。山内さんこんにちは。こんにちは。久しぶりですね。久しぶりですね。なんか会うのも久しぶりですね、はい、本当ですね、はい、で僕の番組を避けるかのように山内さんいなかったです。本当ですねすいません。いえ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 、前回も前々回も山内さんいなかったですね。前々回は防災のあのコーディネーターの講座のやつで、あーアーリーさんがやってるやつですね。そう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 。でその前、あその後は次は地域づくり塾、うん、ああどっちも宜野湾市のやつですね。そうですそうです。あ土曜日熱心にありがとうございます。いえいえとんでもないです。今日またあれですね、安室ちゃんの安室奈美恵のな、花火でしたっけ。そうなんですよ。があるんですけど、またあいにくの雨ですね。なんか毎回雨じゃないですか。本当に確か前回もなんかこの花火大会があって雨降って、しかもですよ、今日別に台風も来てないし、はい、昨日とかも別に普通に天気良かったのに、はい、午後から急にですよ。ですよね。午前中晴れてたのにあんなになんかして天気予報言っていいですか、はい、今日雨なんですよ、はい、この後も、はい、明日めっちゃ晴れですこれ不思議じゃないですか。不思議っすね前回も結構な雨で中止になりましたっけ。確か前回ね、なんかが中止になってましたね。うん、花火だっけかな。花火が中止だったのか。で、延期になって、はい、でその延期日程も雨降ってみたいな感じだったんじゃないかなって、なんかことごとく雨だったの気がするんですよ、安室奈美恵の、はい。そう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 。だからファンの皆さん、結構県外からいらっしゃるじゃないですか。うん、なんか、かわいそうですよね。本当、満喫してほしいんですけどね、ここでの花火を見てって、県外から、ね、来ていただいてるので。午前中9時から15時までは宜野湾の、観光振興協会の主催かな、はいはい、あれは宜野湾市もだと思うんですけど、うん、ハートプロジェクトの投函ポストありますね。あってハート型のやつ、ハート型のやつ、うんうんうん、あれのイベントがあって、うん、この日の決心、うん、押されるということで、やっぱりファンにとってはこの日がとっても大事らしいんですよ。あ、そうなんですね。今日この引退した日、はいはい、あ、引退した日が大事なんですね。大事って、引退した場所が沖縄ここなんですよね。はい。いやー、もうそしたらここにちゃんと住所地番を売って、はい、安室奈美恵ファンの皆さんに本籍地をここにしてもらいましょう。じゃあ、本籍地ここにした人いますよ。いますよね。したい人ですよね、うん、した人。あ、した人、した人いるんですよ。インタビューしたらもっとこれ大々的にやった方がいいかもしれないです ね, ねだって本籍地をここにしたら、うん、まあビビたるもんですけど、税収というかあの手数料が、はい、はい、住民票とかあんなの取るときにいいじゃないですか。で日本全国で確か本籍地が一番、うん、本籍地の取得が一番多いのが皇居でしたっけ。へ、そうなんですよ。で2番目3番目ぐらいにディズニーランドとあの甲子園球場なんですよ確か。へ、そうそうそう。だからそういうのがあるので4番目ぐらいに、そう、安室奈美恵が引退した場所いいですね。最後に輝いた場所、これやってもいいと思う、うん、だって本当にあのインタビューした人は、はい、息子と2人、はい、本籍を変えたと。うーん、この益城かどっかの、はいはい、どっかに、うーん、宜野湾にしたかったっていう。なるほど。やっぱいるんですよね。じゃあもうあのライブした場所にちゃんと地盤を打って、そうそうそう、打って、はい、そこを本籍地って、うん、できるようにすればいいと思います。ぜひ次の議会で、はい、はい、っていうか実はこれ3年ぐらい前に提言したことあるんですよしかもその時はちょっと冗談めいてというか、冗談めいてっていうか、こういうふうに、ん、活用、まあ、安室奈美恵さんが最後にせっかく宜野湾市で、まあ、ライブをしたのでということで、はいはいはい、まあ、宜野湾市を知っても全国的に知ってもらうためにもっていうような、うん、そしたら安室奈美恵ファンがこう宜野湾市に目を向けてくれるかなっていうような。そうですね。今でも熱心なファンはやっぱりちょっと目を向けてくれてはいるので、うん、宜野湾市に、はい、いやありがたいですね。だから午前中それでインタビューしに行ったんですけど、はいはい、やっぱすごいですよファンは。あ、本人いなくてももう号泣すると必ず今日は
すごいっすね。僕も今日午前中一回サイン会行ったんですよ。はいはいはい、もう安室奈美恵ファンらしき人がもう歩いてましたからね。いっぱいだったでしょ。あのちょっとロングブーツ履いて、そう、まあ安室っていう言葉がおかしいかもしれないですけども、安室みたいな人ね、はい、がもうサイン会の中歩いてました。でもあの特設ステージではあの夫人の方々がフラダンスの催しをやってて、その横をアムラーがよぎる横切るっていう。ああ、いいですね。いやこのカオス、はいはい、カオス。そうですね、まあいいですね。あ、いいですね、はい、はい。コメント来ております。はい、高橋さんこんにちは。こんにちは。台風で一回中止なかったでしたっけ。ああ、だったかもしれない。なんか羽衣祭りとあの開演祭と安室奈美恵のこのイベントがなんかいつもなんかよくわかんないくなっちゃうんですよね、何かしら。うん、で花火でなんかが中止になったりとか、うん、あ、花火でじゃないや、雨でとか台風でと とかどれがそれだったかが分かんなくなっちゃうんですよね。結構多いですよね。そうなんですよね。タミーさん、ハイサイということですね。あ、今日もよろしくお願いします。ではこのあと16時まで、はい、お送りしていきます。今日も素敵なゲストさんが来ておりますので、CM の後に、はい、お届けいたします。はい、皆さんぜひメールコメントで参加してください。メールアドレスが797@fmginoan.com です。ツイキャスコメントリアルタイムで、発信というか返していく、はい、どんどん拾っていく、紹介拾っていく、はい、拾っていきますので、はい、お気軽に参加してください。はい、この番組の提供は三協同税理士法人 T 田社労士事務所の提供でお送りしております。それでは一旦 CM をお願いします。考えてないものの方がやっぱ続くね、無駄に。ああ、なるほど。今確かに、そうそう。そう、アモロナミエだったなって、ポーンって、アモロナミエぐらいから始まって、ずっと、天気の話でみたいな。意識すると逆に止まっちゃったりするんですか、ね、そうそう、あれ喋ろう、これ喋ろうだったら、忘れてしまって、はい、あ、なんか言うてだったけどな、みたいな感じも。タミーさんってあれですよ。ターニャのことね。今 CM 中は俺なんかの喋りは、ラジオには聞こえてないけど、これを見てる人たちには今届いてる。そう映像も届いてる。こっちの今のユンダコのさ、はい、この会話も入ってます。翔平さんが一回歩いたり、もう完全にオフレコになってると思ってからこう喋ったのがあって、はぁってなってるのが、あのだいぶ過去にね、昔。翔平さんだったらありそうですよ。ありそう、ありそう。お世話になっております市民の後輩です。危ない、噛みそうだ。後半って言うとこだった。前半に市民の後半、うん、危ないですね。この後、16時までお届けいたします。はい、そして今日も、ゲストが来ております。はい、ほがらかな雰囲気の方が、はい、来ております。では自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。宜野湾青年会議所の永山俊と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。永山さん。永山さん、はい、私が所属している宜野湾青年会議所のですね、はいはい、今年委員長を、やっておられまして、はい、まあ、委員会が4つあるんですけど、はいはいはい、まあ、そのうちの1つの事業を、まあ、お任せをしている、委員長なんですけど、はい、実は、3日前に理事会があってですね、うん、はいはい、私の方に、はい、あの理事長ラジオ番組に出していただけませんかと。で、まあ、その出たい理由っていうのが、はい、
この中山委員長が企画っていうか、まあ、構築してきた、はいはいはい、まあ、事業があって、はい、それを PR したいっていうことでですね、っていうのがあるんですけど、早速 PR からいきますか。早速ですね。はい、じゃあ何をやろうとしてるのかとかっていうのも聞きたいですよね。何の委員会なのか、はい、ああなるほど、そう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 、委員会自体はですね、うん、あのこの委員会の目的っていうのが、うん、子どもたちの郷土愛を深めようっていうのがあります。ほうほう、まあ、あの昨今なんですけれども、例えば、うん、まあ、東京だったりだ大阪だったり福岡、うん、やっぱり人気の都市に人口ってやっぱりどん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 流れてしまうっていうのはやっぱり少なからずあると思うんですよね、はい、その中でせっかく生まれ育った地を離れるのってちょっともったいないんじゃないかなっていうのがあって、うんうんうん、確かに、でただじゃあこの町に住もうよって言っても、うん、なんでとか、うんうん、生活の便利とか、うんうん、利便性を考えたら、はいはいはい、どうしてもやっぱり移る、うん、でそうならないようにまずはこの生まれ育った地に興味関心を持ってほしいなと思ったのが、うん、この目的につながっている部分ですね。ほうほうほう、でじゃあ何を持って興味関心を持ってもらうかっていうところで、うん、まあ、老若男女、皆さんが見れるような絵本を通して郷土愛を育もうということで、ほう、地域の民話をもとにした絵本を今制作しております、はい、おそして絵本を作って、でまたその絵本をお披露目する、この絵本どうするん、どうします？あ、そうですね、この絵本なんですけれども、うん、絵本は、まずこの絵本にかかる、制作の費用っていうのは、うん、はいはい、あの全て協賛金で賄っております。この協賛金もですね、宜野湾市中城北中城村の企業様であったりとか、うん、はい、あとは遠く離れた東京の企業様もですね、この事業にですね興味関心を持っていただいて協賛していただいたっていうのがあります。でその絵本をですね、宜野湾中城北中城村の保育施設、これが142円あるんですけれども、うん、そこに、無償でお届けするっていうのがあります。すごいな。ただどうぞただ、はい、ただ、ただ、はい、で絵本、配るだけでは郷土愛育まれないと思うので、うん、実際にその絵本の読み聞かせをしてもらうイベントだったりとか、うん、そういったものを企画しているっていうのが今の現状ですね。なるほど。この絵本っていうのはもうすでにある絵本、まあ、すいません山本さん、僕一応中身知ってるんですけど知らない手で質問していきましょうねそれはいちいち言わないでこれ中身については、要はもう既存のすでにできている絵本ではなくオリジナル絵本を作っていくってことなんですよね。そうです、そうです、うん、じゃあ、どういった内容の、まあ、地域の民話って言ってたんですけど、うん、題材は、まあ、いろいろな民話って言い伝えがあったりするはずなんですけど、宜野湾だったら、ね、羽衣伝説が一番、はいはいはい、あの有名どころなのかなっていうところなんですけど、うん、確かに、はい、今の今回はですね、一子二孫共通している民話というか、うん、伝統というのがあってですね、それが獅子舞というのがありますと。ほうほうほう。例えば宜野湾市でいうと、まあ、普天間、教友会さんだったりとか、はいはい、あと大蛇獅子舞保存会さんとか、はいはい、で中城であれば津波獅子舞保存会さんだったりとか、うん、そういうこの一子二孫に共通する伝統っていうのが獅子舞があったので、うん、今回はこの獅子舞をテーマにした絵本を制作しております、うんうんうん、じゃあ獅子舞がどのように伝わったかって、なぜ今あるのかとか、そういったような、まあ、歴史的背景を知るような内容だったりするんですかね。そうですね、うん、そもそもこれ絵本の内容って今ここで話した方がいいんですか。いやこれはもうお任せしますざっくりだと絵本だと大丈夫じゃないですか。獅子舞の絵本って言ってでもね、それよりもなんか、なんかあんまりね、獅子舞の絵本っていうだけ聞くと、そんなパッと中身、うん、そう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 、なんか獅子舞って見るもんのイメージが強いじゃないですか、この演舞を、うん、なので、まあ、どういう、確かにこの地域になぜこの獅子舞っていう文化が残っているかっていうのは僕も知らないですね。これもですね、なんか細かく書かれた文献っていうのはあんまりなくて調べてみたんですけど、たどるとこのまだ琉球王朝だった時にですね、はい、例えば飢餓が起きたりとか、あ、はいはいはい、疫病が流行ったりとか、うん、そういったものを、なんて清うというか払うというか、うん、そういった意味合いでこの
獅子舞をこの将王だったりとか、まあ、その当時の王様ですよね、うん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 、が、その地域の、リーダーというか、うん、そういった人たちにこの獅子舞の、なんて本体っていうんですかね、うん、それを寄贈して、うん、でそれを踊ることによってその厄除けをしている、あ、そう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 、はあ、なのでこの地域によって結構踊り方が違っていたりとか、はいはいはい、獅子舞の顔だったりとか、うん、この体の本体の部分ですね、うん、そこも結構デザインも違ってたりするので、それもまあ見どころの一つなのかなと思います。うん、同じ宜野湾市でも、まあ、今獅子舞が厄除けの部分があるっていうのも、まあ、飢餓があってっていうような、要するに悪いこの社会の社会というかこの環境の流れをどうにかこう変えたいっていううがみごとですよね。あ、そうですね。うん、で同じ宜野湾市内で、まあ、普天間と今大蛇名があるんですけど、はいはい、例えばそれが野だけだったら法然祭りやったりするじゃないですか。あ、確かに。で大山とか益城だったら綱引きやるじゃないですか、うん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 、で全部厄除けなんですよね。うん、でなんでこの同じ宜野湾市内っていうこの近くのエリアで厄除けの仕方が違う、なんか手法が違うのかなって、ね、今こう話を聞きながらちょっと思いました。あんな近いのに。そうそう、確かに。なんでだろうな。不思議ですね。うん、なぜ大山は獅子舞をやらなかったんだろうとか。本当ですね。そうそうそう。でも大山からちょっと離れた宜野湾では綱引きでしょ、うん、また。でもあの戦前は基地がないので隣同士なんですよ。あ、なるほど。そうそうそう、はい。大山は。はいはいはい。そっか。隣同士、神山と隣同士になるのかな。になるので遠くはないんですよ。うん、離れてないんですよ。あは、じゃあもうこの普天間基地の中も集落だったっていう感じなんですか。そう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 。なるほどね。なのでそんな離れているっていうのは、まあ内泊と野岳とかは離れてるんですけど、うん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 、そもそもが、うんうん、でも大山とそう上山とか宜野湾とかはもう基地の部分まで、あ、全然じゃあ隣だったんだ、はい、なるほどね。接してる地域ではあるので、はいはいはい、まあまあ、でもこの同じ宜野湾市内でね、獅子舞っていうものでやってるっていうのが、あと宜野湾市は結構この獅子舞をやってる、まあ、やってるというか、うん、他の市町村にはないのがあって、うん、あの石獅子っていうのがあるんですよね。急なに、そうそうです、そうです、急なにありますね。ありますね。うんうん、この僕もまだ実際に歩いたことはないんですけれども、この道のに沿ってあの小さい石の獅子舞が、うん、あの羅列されてるっていうんですかね、並んでいて、それも宜野湾は結構獅子舞が昔から根付いてた地域なのかなっていうのが、うん、他の市町村からの僕からするとやっぱりそういったイメージはありますね。あ、中山さんどちらなんですか。僕は出身はうるま市です。あ、そうなんですか。はい、で今宜野湾 JC。 あ、そうです、そうです。あ、なるほど、そうなんだ。うるまもね、あの姉妹は有名ですよね。具志川とか、そうです、ね、なんか そのイメージありますね。うん、獅子舞大会とかやってるし、そう、全島、全島獅子舞とかあったよ。あれが多分、うん、ウルマあたりで確かやってたんです。そうそう、ウルマ市ですよ、あれ。そうそう、あれの発起人は本当にすごいと思いますね。あの、うん、やっぱり獅子舞って神事の扱いになるので、うん、決められた日にしかこの出せない、演舞できないっていうのが本来あるはずなんですけれども、はい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 、やっぱりこの大事な伝統文化を、うん、あの根絶やしにしないように、はいはい、うん、やっぱり続いていかないといけない、うん、そういった意味合いでこの全島獅子舞フェスティバルを企画して、うん、いろんなところの獅子舞の団体に声をかけて、はいはい、きっと多分頭を下げたこともあると思うんですね、はいはい、このためにどうにか出してくれないかって言って、うん、今であればあの遊び獅子とかですね、はいはい、そういった意味合いでこの、あ、本体とは別の、そうです、そうです、そうです、そういった獅子舞も用意しているところもあるらしいんです。なるほど、なるほど。本来の獅子舞とは別にもう一つ獅子舞があって、それがこういうなんか、まあ、見せ物ではないけど、そうそう、催し物みたいなので、時に出るイベントの時に出るものはそれで、本当に伝統で使ってきたやつはそんなに触れないみたいな。そうです、そうです。ああ、なるほど。もう地域のこの辺いいですよね、なんかそういう徹底されてる感じ、うんうんうん、でもやっぱりこの伝統文化の継承ってずっと固くなり守ろうと思ったらやっぱり難しくなっていくじゃないですか。うん、なのでまあね、本当はうがみごとで、あ、その日にしか出せないものっていうものだったものが、うん、少しずつこうね、人の目に、うん、世間に知ってもらう、知ってもらうことによってそれを継承しようとする人たちも増えてくるっていうところが大事なのかなって。だってあのエイサーだってもともとはあのあれじゃないですか、あの世の人
に送る演舞ではあるじゃないですか。でも今ねお盆の時以外に普通に前頭映写麻酔とかやってるんで、それをまあ一つのまあそうやって多くの人たちに見てもらうことでまあ継承もしていきやすいし、人も集まってくるし、本当に兄弟つながりますからね。綱引きも那覇大綱引きなんてもうお祭りじゃないですか完全に。綱引きも本当はこの大山の場合だったら6月お待ちの時にやるとかっていうのがあるんですよ。もともとはうがみごとなので、うん、でもそれもだんだん時期を少し外してきてとか、はいはいはい、っていうのもあったりするので、やっぱり変化、まあ、守るべきところは守って、うん、でも変化した方がいいところは変化しながら伝統文化の継承っていうのはあるのかなっていうのは感じます ね、 そ、 すね、はい、そこはやっぱりちょっと PR したいのがこの成功事例というか、うん、中城の津波獅子舞保存会さんは、はい、なんていうんですかね、所属している会員さんっていうんですかね、うん、がものすごい多いんですよ。それは地域 の、 この青年会ってあるじゃないですか、うん、エイサーの団体、うん、そことコラボして連絡取り合ったりとか、うん、協力体制がしっかりできているので、うん、はい、エイサー踊っている中でそこで獅子舞も踊りますと、うん、その中で獅子舞に興味を持った人は青年会から獅子舞の方にも流れてきたりとか、逆に獅子舞の演舞する人もエイサーに興味があったらその青年会にまた踊ってみたりとか、そういった協力体制ができてて、踊り手さんとか、うん、あと楽器の演奏者の方とかは潤沢にいるそうですね。ちなみにこの読み聞かせイベントの時って絵本の読み聞かせだけじゃないで演舞もあります、はい、そうです。今の予定なんですけれども、うん、大蛇の獅子舞保存会さんと中城の津波獅子舞保存さんの、そうです、津波の演舞が演舞する予定ですね。あら、いいですね。いいですね、絵本の読み聞かせを、うん、絵本も見て獅子舞も見て、はい、他に何かありましたっけ。あとはキッチンカーとかも用意してますので、少しお祭り感覚で、はいはいはい、来ていただけたらなと思っております。なんか表紙の作成とかっていうのもなんかチラシ見たら書かれておいたんですけど、はい、あれもあります。あ、今ですか、うん、表紙の作成、表紙の作成っていうよりは、あ、なんか絵描いてもらう、子供たちになんか絵を描いてもらうとか。あ、そうですね、これがこの、うん、イベントの、まあ、メインになるんですけれども、うん、この絵本自体の表紙、はい、制作してる絵本の表紙には色は実は塗られていなくてですね、うん、当日来場者の子どもたちに、うん、色を塗っていただいて、うん、それが最後データ化してですね、それが最後絵本のブックカバーになるっていうのがあります。すごい。やっぱり絵本を聞くだけではなくて、獅子舞の演舞を見て、うん、でその迫力とかもやっぱり肌で感じる部分もあると思うんですよね、うんうん、でそれで実際に絵も描いて、うん、で五感でこの獅子舞というかこの地域の文化っていうのを感じてほしい、うんうん、まあ、それが最終的に郷土愛につながればいいなというのが、今回のテーマですね。これもオリジナル絵本っていうことですか。そうです、これもですね、実は、ボランティアでですね、はい、絵本の作家さん、うん、いらっしゃるんですけれども、はい、その女性2名の方がですね、うん、その方が絵を描いていただいて、絵本の中の絵ってことですね。中の絵ですね、挿絵で文章も、現役保育士の方が文章を考えていただいて、うんうん、で実はこれ2021年にも行った事業なんですけれども、わかる、ね、番組でも何度か取り上げました。そうです、そうです、その2021年と違って今回は英文も入ることになってますので、お、日本人だけではなくてやっぱり宜野湾の土地柄、うん、まあ、沖縄という土地柄ですよね、うん、外国人の方も多くいらっしゃる、はいはいはい、まあ、小学校にもね、僕の同級生にもハーフの子は 4,5 名ぐらいやっぱりいたので、うん、そういったいろんな国の方々も触れていただけるものになるんじゃないかなと思っております。うん、じゃあちなみに日時はいつなんでしょうか、その読み聞かせ、イベントは、来月ですね、はい、10月15日日曜日、はい、時間は12時からになります。おお、12時からどちらで。場所は宜野湾市立多目的運動場というコンベンションセンターの 海外門でしたか、何門ですか、関海門、宜野湾球場の隣ですね。あ、そうです、そうです、そうです、野球場の、はいはいはい、あ、多目的広場の、屋内のやつです。
ドームになってる、はい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 、人工芝が引かれてるところです、はい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 、屋内運動場、うんうん、屋内多目的広場、屋内運動場だ、うん、そこであれば、ね、あの小さい子どもたちが例えば、はい、走り回って転んだとしても、ね、人工芝なので、うん、な怪我する可能性もないかなと思って、なんて考え尽くされたイベントでしょうか。ありがとうございます。それをね、やっぱりドーンが低い。もともとはあの8月6日に開催予定だったんですけれども、うんうん、台風6号でしたっけ、ね、うん、台風6号が来てて、もともとは8月6日開催予定だったものを、はい、もう台風が来てしまって、うん、で延期日程がなかなか取れなくて、あ、うん、で、まあ、10月15日っていう、うん、あでもね、ずれて逆にいいんじゃないですか、うん、涼しいし。そうですね、うん、まだただ せっかくね、このもともと楽しみにしてたものが先延ばしになってしまったので、子供たちにちょっとね申し訳ないなという気持ちがあってですね。そうですね、うん、そうそうそう、まあでも8月は何かしらやっぱ台風かもうリスクですからね、絡んできますね、うん、やっぱり1週間もすごかったですもんね、被害が。そう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 、まあでも10月15だったらもう台風は来ないでしょう、うん、だって獅子舞だもん。役をね。って言ったらね、8月6日なんでっていうことになりますからね。そうですよね。うん、はい。まあ、じゃあ内容とかも、その保育士の先生が考えたって感じなんですか。そうです、そうです。あの、まあ、宜野湾JCの皆さんが、ある程度、こんな感じっていう雰囲気で。そうですね。あの、普天間共有会さんから、はいはい、あのいただいた資料であったりとか、うん、他の、団体様からいただいた資料をもとに、うん、この獅子舞が文化として、根付いた、うん、この背景みたいなのを一緒に読み解いていって、そこからあのフィクション的な感じで作り上げたっていうのが内容になります。中村さん考えたんですか、いろいろ。いや、僕よりもですね、この優秀な副委員長がいまして、お 女性の副委員長なんです。聞いてますか、副委員長。柳瀬という副委員長がすごいんですよ。彼女はあの牧港の方でハリーの、ハリーなん ルート治療、あのハリーをいっぱい刺すやつですよ、太いハリーを。僕が刺されたやつ、そうそうそう、薄毛、はいはい、薄毛対策で頭にいっぱい刺したやつです。あれ黒かったからな。別に僕が今言わせたわけじゃないですから、ね。そうそう、そのルート治療をやってるハリオの鍼灸師っていうんですかね、はいはいはい、その方がこの今その委員会の副委員長をされてて、あ、そうそう、まあ、構成とか、まあ、そういった企画イベントだったりっていう事業構築を、まあ、長山委員長を中心に、うん、そしてこの柳瀬さん副委員長ですね、はいはい、お手伝いをしてやっているっていうようなところではありますね。なるほど、うん、タミーさん、ちなみに全島姉妹フェスティバルがアゲナ闘牛場で10月29日にありますよ。お、今年あるんですね、10月29日、ちょうど、JC の1週間後ぐらいですかね。あ、2週間後ですね。2週間後、この日程もなるべく被らないようにということでですね、やっぱり団体さん出演される方も中にはいらっしゃいますので、うん、さすが考え尽くされているな。子供が転んでも大丈夫なような場所で、はい、雨が降っても大丈夫な場所で、はい、そして他のイベントと重ならないように、うん、しかも挿絵までね、そうそう、子供たちが色を塗って塗ると、あ、いろいろ考えてますね。ミックスの子も理解できるように英訳もつけて、うん、いや、考え尽くされてますね。素晴らしい。いや、理事長が何もやらなくてもちゃんと機能してくれてるのは嬉しいですね。これもやっぱり大人たちが真剣に考えることで子どもたちに伝わるんじゃないかなっていうのも、うん、確かにやっぱりありますね。うん、うんうんうん、じゃあ最後にもう一度日時と場所とっていうのを告知。 ありがとうございます。まあ、番組は最後じゃないんですけど、前半はこの絵本の話をやっときたいので、もう一度時間と場所、はい、の PR お願いします。ありがとうございます、はい、日時が、来月ですね、はい、10月15日日曜日、うん、時間は12時からとなっております、うん、場所は、宜野湾市の、多目的運動場というところですね、はい、野球場の隣ですね。野球場の隣です、はい、駐車場も広いので、はい、多くの方のご来場お待ちしております、はい、キッチンカーとかもありますのでね、キッチンカーもあります、食べたり飲んだりもできますし、うん、で獅子舞の塩分もございますし、はい、絵本の読み聞かせもありますので、はい、多くのお子様連れでね、親子で来ていただけたらなって思っておりますね。はい、親子で楽しめるイベントとなって